MG 小太郎とエール正野、笑う角にはグリーン。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はスペシャルですね。今日もスペシャル、はい、スペシャルすぎですね。ちょっとそうですね、はい、これはやばいですね。今日はね、未来からの人が来てるんです。確かにそれはそうですね、はい、僕は、はい、この人と共著してみたいっていう人がいて、はい、でそれはその人はなんでその人と共著してみたいと思ったかって言ったら、はい、完全に未来を生きてるから。で僕のミッションは、はい、そのこの星のドラえもんになるということで、はい、4次元ポケットから未来にハッピーに生きてる人たちの考え方を先に取り出してプレゼントしていきたいということで作家活動をしてるわけですね、うん、でそのあこの人はもう完全に未来を生きてると思ってる人がいてですね、はい、どうしても協調して一緒にお仕事をしてみたいと思ってた方がですね、うん、今日本日目の前に今目の前にいらっしゃるわけですね、はい、もうまさくんは緊張しすぎてガタガタに震えて、はい、でも緊張してます。今もう早速どうぞ。憧れの人じゃない。もう超憧れです。もう、ね、でこれ今日の、はい、ゲスト決まった時めちゃくちゃ喜ばれたじゃないですか、はい、本当に嬉しかったです。まさか出ていただけるとはっていうのは、ね、もううざいぐらい喜んでたね。もうねそれはごめんとしか言わない。それはもうごめんとしか言わない。もうね、はい、憧れの人であり僕もね大尊敬してる、はい、長谷倉みゆきさんに今日、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。恥ずかしくなっちゃうような紹介で。なんて僕ら呼んでいいですかね。僕はみゆきんって呼んでいいですか。はい、みゆきんで。みゆきんですか。はい、ちなみにみゆきんの菌は乳酸菌の菌です、ね。あ、なるほど、はい。ちゃんとあるんですね。はい、種類が。そう。じゃあそれもイメージして。はい。ありがとうございます。もういろいろ漂ってますから。なるほど。空中からいい菌が、有用微生物の菌が漂っております。みゆきんです。それをその味わいながらじゃあ今。はい。空気をお届けしていきたい。もうみゆきんが伝染していくね。そうですね。聞いてくれる方も、ね、はい、伝染していくように。嬉しいですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。みゆきんって呼ぶのはちょっと緊張しますね。呼び慣れてないけど、もうまさかもうしどろもどろ、はい、もう黙って聞いてない。どうしてあの緊張しちゃう。まあそもそも人見知りっていうのもあるんですけど、あのいつも結構ゲストが来るときって何気に僕もちょっと緊張してて。緊張って何だったっけ。それ以来から、その100年後から来てるから。なるほど。その時代には緊張とか不安とか恐れとかを、みゆきさんは、みゆきは結構もうそこから卒業してるから忘れちゃってるんです。忘れちゃってるんですね。いや多分あったと思うんですけどね、はい、結構忘れちゃってる。なるほど。不思議と、いい、ね、なんか何でも忘れちゃうんだよね。いいですね。それも笑いながら言ってくるのがいい。そう。あの一緒にね、起きることは全部丸っていう本を書かせてもらったんですが、はい、その中でみゆきはね、こう言ってるんです、うん、はい、悩みとは、とは勘違いである。おお、もうね、衝撃でしたね。もうね、悩みとは勘違いである、はい、悩みとはその人の芸風である。なるほど。芸風、ね、って言ってましたね。思い出しました。思い出しました。それも後から忘れるんで。そう今ちょっとね、はい、こう古い DVD をダウンロードしていて、確かに今表情見たらキョトンとされてたんだけど。いやでもね、僕いまだに覚えてるんだけど、まさくんとイベントで、僕は岩手県でイベントした時に、岩手県のイベントでまさくんスタッフしてくれてたので、その時起きること全部本が出たばっかりで、それを握りしめてもう涙目になって、横の本良かったですって言ってくれたんですよ。新幹線の移動中にちょうど読んだんですよ。それもうすごく響いてきて、ありがとうございます。救われました。ありがとうございます。今日ね、はい、いろいろ今日ね、はい、長谷倉さんに聞いてみようのコーナーが、聞いてみようのコーナー、今突然出てきたやつです。聞いてみようとか、いろいろ聞きたいことあるじゃないですか。いろいろ聞きたいこと。100年後の人たちは、100年後の人たちはどうして、だからもう100年後、私もう大ババという感じなんですけど、いいですよ、大ババでもいいです。100年後、どんなね、100年後、どんなことを、ね、はい、いろいろまさかも聞いてみたいことあるから、無茶ぶりですよね。無茶ぶりですよね。はい、突然聞いたね。突然聞きましたね。はい、でも1個だけ、100年後っていうことは、はい、今が2019年だから、はい、2119、はい、ね、すごいね。だってドラえもんの誕生日って2022年9月4日だったっけ？9月7日だったっけ？2000、ね、いや
ドラえもんは24世紀です。24世紀、うん、あ、22世紀、22世紀か。じゃあまだ2200年、2100年代、100年、はい、あ、じゃあリアルにドラえもんの時代の100年後ってそういう時代の想定なんですね。じゃあドラえもん的には、ドラえもんって2200年、100年、あのね、それ僕に聞かないでほしい。キャラはちょっとわからない。でもそういう22世紀だったと思う。22世紀、はい、ね、じゃあ22世紀的生き方みたいな感じ。そうですね、22世紀的生き方、うん、22世紀の生き方ってのは何がポイントになるんですかね。あのね、あの、正しいとか間違いとか、うん、あとは優劣とかね、うん、そういう、あの、こう判断していくっていう、うん、それを超えた世界で生きてるんですよ。でまだ私たちの認識の世界って、はい、この何がいいとか悪いとか、うん、優劣とか、うん、そういうようなこの二元性の中で生きてるでしょ、うん、でそうするとどうしてもそうじゃないというものを比べながら、うん、こう戦っていく、うん、二極が対立していく時代なんですよね、うん、まだ。でもあのだん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 この 100匹目の猿みたいな感じで目覚めてきて、はい、もうこの二元性の中で生きなくてもいいよ、うん、二元性ってこう別に戦わなくても、うん、あのそれをこう融合してそれを超えた、うん、もう正しさや間違いを超えた向こう側で会うっていう、うん、そんな世界なんですよ。なるほど。だから良いという世界、これが良い悪いっていうね、うん、それをね言わなくてもいい世界、うん、これは各人の良心っていうのかな、はい、うん、それがもうすごい高次に発達しちゃってるので、うん、言ってみたら警察も裁判所もいらない世界なんですよ。なるほど。その宇宙の秩序にそれぞれが沿うから、やっぱり宇宙って美しい美と秩序があるんですよ、そのものの中に、はいはい、でその中に乗っ取るので、うん、わざわざ縛るものがないっていう、そんな世界です。まあ、いわゆる体の中でいうと臓器と臓器のつながりというか、うん、あの自然に秩序があって、うん、それぞれが助け合ってつながりあって、うん、いいこと言うね。ライフイズビューティフルの、そうなんですね、まあ、これ長谷倉さんの本に書いたと読んだんですね、勉強してたんですね。長谷倉さんはもうダウンロードするとその後忘れてるから、長谷倉さんの本に書いてあったことを言うと、はい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 、あの翡翠さんいいこと言うね。めっちゃ確かにいいわ。翡翠さんが言ったかのような、あの本当に見事に忘れちゃう。さっきの古い DVD っていう感覚なんですか、その。だから瞬間瞬間に積み重なっているので、はい、うん、あとはこの過去ログに入ってるんですよ。なるほど。で過去ログも開こうと思わないと開けない。確かに。確かに。なので、はい、ダウンロードしないとそれがないことになっちゃう。うん、なるほど。うん、僕ね、そのダウンロードという面で、はい、長谷倉さんと一緒に本作らせてもらった時に、うん、すごいあの作家のとしての貴重な体験させてもらったんですよ、うん、そんな 大作家の翡翠さんに何か、いや、私すごい体験をさせてもらって、本当、それは、はい、本を作るときに、うん、宇宙っていうのはいろんな宇宙があるから、うん、まあ、それをもう今の言葉で言うとパラレルワールド、うん、でも長谷倉さんはパラレルワールドね、まあ、今映画君の名はとか、うん、いろんなアニメとかでね、うん、もう当たり前のようにどういうようになってきたね、うん、もうホーキング博士もね、うん、パラレルワールドあるってもう最後晩年のね、うん、最後の論文で書いたそうですけど、うん、まあ、今ようやく言われてきてるの30年前から、うん、あの多次元宇宙の存在を伝えてるのが長谷倉さんなんですよ。でその本を作る時に、うん、長谷倉さんが僕に言ったのは、はい、もう翡翠さんと私で作る本は、うん、いろんなバージョンがすでにこの世界に宇宙にあるから、うん、翡翠さんが私とどういう本を作りたいかを、うん、いろんな種類の翡翠さんと私の本はすでにあるから、うん、どのバージョンをダウンロードしたいって最初に聞かれたんですよ。一番最初に、うん、で普通はゼロからどうやって作っていくっていう、ゼロからどうやって100にするっていう発想なんですよ。でも長谷倉さんの作るときはすでに100があるから、うん、その100をどの100を持ってきたいっていう逆なんですよ、うん、全く逆ですね、うん、
ある前提で。ある前提で、はい、で、ないものを作ろうと思ったら、うん、もう眉間にはシワや寄るし、どうしよう、どうしよう、どうしよう、ああしよう、こうしようってなる。結構悩みましたね。いろんなジャンルの悩みが。でも、あるものを下ろすっていう発想にしただけで、もう全くプレッシャーとか違うんですよね。うん、で、手を合わせて、はい、編集者さんと3人で手を合わせて、うん、よく部活でやるような。あるじゃない。ありますね。栄養素ね。試合前のやつ。で、あれやって、で、翡翠さんはどういう本作りたいって言われて、うん、その、悩んでる人がいろんなワークをしながら、楽しみながら、うん、なんか自分のね、こういうふうに生きていこうっていうのが見つかるワークブックを作りたいって言ったら、うん、じゃあそれを意識合わせましょうって言って、うん、3人で意識合わせて、スタートしたんですよ。で、問題なのは翌日なんですよ。翌日なんですよ。翌日僕電車乗ってたら、はい、降りようとした瞬間に片足右足が電車から出た瞬間に電話がか、うん、ある方から電話があってたんですよ、はい、で、なんでタイミングがいい人なんだと思って、はいはい、だってそのタイミングだったらちょうど電車から降りれるタイミングだから、うん、出れるんですよ、うん、でちょっと前だったらアウトだし、確かに、そのうわなんてタイミングのいい人だろうと思って見たら、うん、あの長谷倉美幸になった。美幸、長谷倉美幸、書いてはなかったですよ。登録は違いますよね。登録は違いますよね。登録は違いますよね。登録はみゆちゃんです。みゆちゃんです。もうちょっとなんかフレンドリーな感じがするんですよ。それはそれで。で、それで長谷倉さんで、で、もうはあの、はい、ダウンロード始まったって言うんですよ、でダウンロード終わったって言ってでどんなダウンロードが来たかっていうのをずっと電話で話してくれて、はいはい、でその翌日かその翌々日ぐらいにダウンロード来たものがもう手書きで原稿で僕のところに来て、長谷倉さんのその一緒の協調の本の、はい、まあ一番重要なパートがもうほぼそこで終わったっていう、あとは俺も衝撃的で本当にダウンロードってあるんだっていうのはね、そんな後にも先にもないんじゃないですか、そういう体験、そんな風に作れたら楽だな、うん、そうなんだ、それは驚くことだったんだ、それは驚くことだった、長谷倉さんも当たり前のようにそれをやってらっしゃる、だから思うってことはすでにあるということだから、うんうん、そのどこかにあるそのバージョンの中 の、うんうん、はい、のどれを選択するか、だから現実を作るっていうより現実を選ぶっていう感じなの、うん、それは大きい、うん、確かにそれは100年後のスタンダードですよね、なるほど、選ぶ、うん、そう、うん、でもあの時間っていうのも一つの幻想だから、うん、もう今この瞬間すでにもうあるんだと思って生き始めたら、うん、この100年後の自分と接続しながら、うん、それをまたその人自身がダウンロードして、うん、その、うん、こう100年後の未来を生きている自分と今の自分が重ね合わさるようにして、うん、今が100年後と同調する気がする、うん、そしてだきっととっても楽しいよ、そう、OK、うん、なんかちょうどいわゆるシンクロとかって今ワードとしてはもう普通になって、うんうん、パラレルワードとかもなって、うんうん、あ、選べるっていう話を、まあ、耳にはする人も増えてきてると思うんですけど、うん、なんかいわゆる選ぶときってどういう感覚なんですか、その選ぶっていう感覚ってなんかあるのが見える感じなんですか、その見えるっていうよりも、うん、あのえなんかあのイタリアンとか中華とか、はい、まさくん何好きです、和食とかも好き、和食好き、中華も好き、ね、で、はい、あのメニュー表を見た時にパッとこれするとかってやっちゃう、何定食にするみたいな、メニュー見て飛び込んだやつを選んだりとかはしますね、それと一緒です、あ、そうなんですか、はい、あ、そうなんですか、うん、まあ、ある意味選ぶ際のポイントはチャラクだね、チャラクだね、免じないこと、なるほどね、あ、それは和風とか言ってない、なるほど、さらっともうメニューを、はい、食事のメニューを選ぶかのようにチャラく普通に選ぶ、そう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 、そんな感じメニュー、で、あ、なるほど、しかもそっか、どっちかといえばバイキングの感じ、なるほど、うん、選び放題のバイキングからさ何から食べようかなっていう、なるほど、うん、あ、それ分かりやすいですね、そう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 、好きなやつ選べますもん、そしたらそうなの、食べたいやつだけ選べるから、選び放題でしょ、なるほど、でね、そのバイキングだから、はい、選んでも選んでもなくならないわけ、確かに、ちゃんとね、なくなりそうになったら補充してくれるからあるので、しかもそっか、美味しい状態です、熱々のも食べれるし、そうそうそう、冷たいのもいいし、何でもいいし、もう本当にそんな感じで選び放題のこうバイキングなんだって思っちゃってる、なるほど、うん、自分の認識が宇宙だから、うん、長谷倉さんの言葉で言うと、うん、あの信じる限界が現れる限界、まあ長谷倉さん忘れてると思う、もういいこと言ってる感じすごい、まあ、僕一緒に本共著してた、共著する際にその長谷倉さんどうせ忘れてるだろうどうせ忘れてるって僕が
僕は長谷倉さんの本を全部読んで、はいはい、感動したことを共著の本に全部入れたんですよ。あ、そうなんですね。もう私後にも先にも、はい、あんな真っ赤になっている私のあの本をもう一冊ではなくてたくさん持ってこられて、いや何ページに書いてますって言われた初めてで、ね、長谷倉マニアですから、長谷倉さんの本全部読んで感動したところアンダーライン引いて、そこも全部入れ込んで、まあもちろんね、その新しく作ったんだけど、過去のベスト版的な要素も入れたくて、まあ僕が響いたやつも全部入れたある本なんですね。本当にありがとうございます。まあ、私のなんかいいとこでもあり、なんかボケてるところが本当にすぐ忘れちゃうっていうことなんですよ、ね、暗証番号まで忘れちゃうんですからそれはなかなかすごい、ね、そうそう、なかなかいっちゃうんですけど、ね、なかなか最高ですね、はい、いいですね、うん、そうやって、はい、そのもう無限にある中から選んでいくっていう、それすごい分かりやすかったですね。そうだから無限で、そして特に、うん、あの夢とか、うん、何かこうイメージするものっていうのは、うん、それは何もないとこからイメージしてるんじゃなくて、すで、うん、にあるからイメージできるんですよ。そうか、確かにそうです、ね、叶う夢だから宿るっていうやつですね。そうそう、で、うん、そしてある次元ではすでにもう叶っているの、うん、でそこでもうコンタクトとかつながっているからこそ、うん、こうタイムラグがあってそれを叶えるっていうお楽しみコースを作っているだけで、本当はもうそこに叶っている次元があるので、うん、あの目に見えない向かい、あの未来に向かって進んでいくというよりは、すで、うん、にある未来と呼ばれているその軸に飛び込んでいく感じ、うん、だってそこが、はい、あのそこからこう風が吹いてきて、さあこっちだよ、こっち叶ってるからどうぞって言われてるんで、うん、はーいって言う、行く、なんかそんな、そんな感じっていうか、軽やかになんかもうヒューとかってこうなんか運ばれて、吹かれて運ばれたらその中にいたみたいな。あの、うん、ちょうどつながって、その、うん、その僕整体行った時に、うん、あのもうおばちゃん整体師で、はい、80ぐらいなのかな、すごく有名な整体師さんで、うん、もう名物おばちゃんみたいな整体師先生の80ぐらいで現役で、はい、でそのあの胸をね、ここの胸の部分の筋肉が、僕は硬い部分があって、ここ今から柔らかくするからねって言われて、で胸のねちょっと上のあたりを手で押さえられて、ここ硬いでしょって言われて、筋肉、翡翠さんのこう筋肉硬いでしょ、じゃあ今から柔らかくするからちゃんと触っててねって言って、急に僕の髪の毛引っ張ったんですよ。で髪の毛引っ張ったら胸の上の筋肉が柔らかくなったんですよ、本当に。でいや体ってつながってるから、つながってるからっていうんで、それは、まあ、その引っ張った場所ともあるのかもしれないけど、そのつながってるからって言われて、おかしいですよ、みんな全員今髪の毛使いながら、あの鎖骨の下触ってるっていう謎の映像、これ映像でお届けできないのが残念だから、まあ、それだけじゃなくて、まあ、いわゆる足つぼってそういうことじゃないですか、足のつぼを押すことで、だから全部が、全身がつながってるっていうのは、だそのつながってるっていうのは、体をと自分の体だけじゃなくて人のともつながってて、さらに自分の過去とも未来とも全部つながってるっていうことなんでしょうね。それがパラレルワールドで全部つながってあるのがたくさんある。そう、つながっているし、私のなんか認識では畳み込まれてる、畳み込まれていて、今というこの瞬間の中に未来も過去も全部あるんですよ、いろんなバージョンが、なので今のこの瞬間変わることで、未来と呼ばれているその瞬間も変わってるし、同様に過去も変わってるの、それでね、私かつて、この泳げなかったんですよ、でそれで、この今のこの瞬間の中に未来も過去もあるのだとしたら、この今泳げないという現実があったとしても、泳げているという現実もあるなって思ったの。でそれでこう、ね、今からこう頑張ってこの水泳練習してっていうのもなんか嫌だなとかと思ってだったらすでに泳げてるバージョンの自分を選び直そうと思って、はい、でそれで、心の中のイメージでずっと過去をこう遡って見たんですね、はい、でそうするとこう、私小学校の時にすごい北海道の田舎で、はい、外のプールでアブとかが出てくるようなプールだから、なんか多分ね、アブかブユに刺されたんでしょうね、でその時の記憶がすごい怖くって、以来プールとかには大嫌いだったんです。だからずっと泳げないまま大人になっていたってことにそこで気づいて、
ということはそうではないバージョンもあるからと思ってずっとそのまたもっともっとちっちゃい頃を見たんですね、うんはい、でそうすると、磯遊びしてすごい楽しそうにしている自分が見えて、うんはい、あこれいけるかもと思ってそこからこうタイムライン引っ張っていったら楽しそうに海で泳いでる自分が見えたの、はい、そしてあこれこれこのバージョンの私と思ってペンってまるでハエたたきのようにそっちをパンって押して、うん、そうこれこれ欲しいって言ってそしてパッと今の自分に戻って、はい、いきなりプール入って泳げちゃうわけ練習もしてないのにもうなんてお買い得と思ってお買い得だねやっぱり未来はお買い得になる ね、うん、そうですねお買い得の方向に行くでしょうねう、うん、だから本当にこの過去も一個じゃないから実は選び直せるんだっていうことを知ってしまったら、はい、これ本当にいろんなことが変わっちゃうんですね過去までも変えられるそうだからこう水泳が嫌いだった私から、うんはいはい、泳ぐの大好きだった私という過去の私に変わるわけですよ、うん、でそうすると泳ぐの好きだった私という人が泳ぐの好きだった未来の方に、うん、未来と呼ばれているそこにつながっていくっていう、うん、そんな感じめっちゃいいですね過去を選べるって、うん、選び直せるっていうか、ね、いや選び直せるんだよ全然めっちゃいいですね例えば、うん、そのことがあったから、はい、今の私ってこうなのよっていう、 こう、まあ、ネガティブな感じで、うんうん、この過去を引きずってしまう、うんっていう考え方ってあるでしょ、うんね、でも別にそれをずっとする必要もないの、うん、この過去があったからこそ今の自分があったんだっていうふうに、うん、そのだから今もこうなのよじゃなくて、うん、その過去が今の私を生かしたんだと思った瞬間に、うん、その過去はその人にとって、うんとても嫌なものを与える過去ではなくて、うん糧となる素晴らしい宝物を与えてくれる過去になって変容しちゃうんですよ、ね、その瞬間未来も変わってるって変わってますそうなんですね、うん、だから言ってみたら今のこの瞬間の気づきとか、うんまあ、簡単に言うといい気分を選んで楽しく生きていることによって過去も変われば、うん、そのいい気分をのにのっとった未来という瞬間がこう積み重なりながらパカッパカッパカッって開いていくからね、いいものしか現れないに決まってるでしょ、うん、そうですねそれも確かに、うん、いきなりの神髄をねもういきなりの神髄をね教わったところで、はい、明日に続きますお急にドカッドカッといきましたねいいですね、まあ、いいですね、まあ、確かに止まらなくなると思ったもうずっと聞いてたいもん、そうですねここで、はい、あそうです次回も続きますすごいこのなんていうか、はい、このこうね、はい、バッサリ力が面白 い、 いもうあまり出したことないバッサリ力です、ね、いやもうここで終わったら絶対明日も聞くでしょうね絶対僕らが聞きたい僕らも聞きたいですけど絶対明日も聞くでしょ確かにさすがですねもう絶対だってもうジャンプって絶対いいとこでもあるからそうなんですよね絶対次もじゃあジャンプだから、はい、今度はあのパラレルジャンプおじゃあ次回はパラレルジャンプ、はい、ありがとうございます楽しみですね、はい、僕らが一番楽しいかもしれないですねそうあえて明日あの配信しないっていうのがここで休むみたいなそうそう超どうでもいい話とかしちゃいますから。なんか3分くらいどうでもいい話とか。続きがいつ出てくるかわからないっていう。10回くらい引っ張りましょうかね。そう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 僕はくだらない話で10回くらい引っ張って、はい、だんだんあの登録者数が減っていく可能性がありますけど。そうですね。というわけでね、はい、明日も入気お願いします。お願いします。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。MG 小太郎と、まさと、入気。入気でーす。でした。でした。でした。ということでは、グリーンズ、ありがとうございました。